歴史に名を残す人間が必ずしも良いことをした人ばかりではありません。中には悪い意味でその名を後世にまで残した人もいます。悪い意味で歴史にその名を残した人間はとんでもないやばいことをしでかした人物ばかりなのです。皆さんこんにちは、星真奈です。今回は歴史に名を残したやばい人物を3人ご紹介します。1. エレナ・チャウシェスク。ルーマニア社会主義共和国の元首でルーマニア共産党政権の頂点に立ち続けたニコライ・チャウシェスクの妻だった女性で、20世紀最悪の女独裁者と言われています。秘密警察を使い、敵対する勢力や国民を弾圧し、他人に書かせた100以上の論文を発表し、名誉博士号の収集することに熱中しました。また彼女の行った子供にまつわる政策、チャウシェスクの落とし子と呼ばれるものがあります。この政策で彼女は避妊と堕胎手術を禁止し、法律で女性に5人以上子供を産むことを強要したのですが、その結果大量の孤児を生み出し、治安の悪化、エイズの蔓延を引き起こすことになったのです。最終的には6万人の大量虐殺と10億ドルの不正蓄財などの罪で起訴され、夫と共に銃殺刑に処されています。 2. 足利義教。室町幕府第6代将軍である足利義教は、なかなか次の将軍が決まらず困り果てた末、幕府の重臣がくじ引きで決めた将軍です。故に周りからはくじ引き将軍と揶揄されていましたが、本人は私は神に選ばれたと至ってポジティブ思考だったそうです。ところがこの足利義教はかなりの暴君で、守護大名の家督継承に積極的に介入し、従わない大名に対しては刺客を送って暗殺、また信長に先駆けること140年前に延暦寺を初めて攻撃し、最後は僧侶24人を焼身自殺させる騒ぎを起こしています。また義教は些細な出来事でたびたび厳しい処罰を行っており、釈の仕方が下手だという理由で侍女の髪を切って甘にさせたり、説教しようとした僧に灼熱の鍋を頭からかぶらせて喋れないように舌を切ったりと、数々の恐怖政治のエピソードが残っています。そんな恐怖政治を行っていたので、いろんなところから恨みを買いまくり、最後は臣下から鴨の子を見に来ませんかと屋敷に招待された際に首をはねられて暗殺されてしまいます。 3. 四条天皇。鎌倉時代の幼き天皇、彼が歴史に名を残したやばいこと、それは彼の死因にもなった日本史上最悪のスリップ事故です。承久の乱の後、森貞親王から御堀川天皇という皇位継承ルートが始まりましたが、これがまた非常に不安定なものでした。というのも、この二人が次々と若いうちに亡くなってしまったからです。御堀川天皇が23歳で亡くなると、その息子四条天皇がわずか2歳で即位します。森貞天皇から続く血筋の運命が幼い四条天皇に託されたのです。ところが四条天皇12歳の時、側近や女中にいたずらをしようと廊下に滑石を置いて転ばせようとしたのです。その仕掛けを自らチェック中に誤って転倒、ほぼ即死だったそうです。血筋を守るために四条天皇には成長して繊細に男子を産んでもらう必要があったのですが、その前にあっけなくその血筋は断絶してしまったのです。その後は朝廷と幕府は皇位継承をめぐって論争を繰り広げることになります。もしこのいたずらがなかったら、日本の歴史が変わっていたかもしれません。いかがでしたか？独裁者もいれば、その気がなかったのに結果的に政局を混乱させてしまった人物まで、長い歴史上いろいろなやばいことをし、後世に名を残す人はいるものです。そういう人物の共通していることは、やっぱり最後は不幸になってしまうこと。皆さんは良いことをして歴史に名を残しましょうね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。